ますよって見せると、お客さん入ってますよ。でもここあんまり仕入れ、あんまりお金払いの悪いけど。出来高しか当たらんだよ。倒してもいい？倒して。首と話して。うん。あ、倒して。はい、手が入らん。手が入らん。どこにある？わからん。わからん。どこや？どこその部屋と思うけどな。ない。金属の部屋。カメムシいっぱいあるけど。金属の部屋にか。ソファーあるし。なんかもうカメムシの部屋になってしまったから。俺の部屋は変わろうって言われる。なんでこれ倒すやつないんや。でも助手席は確か倒せるなって倒せるわ、いや普通に、うん、いつも倒すみたいな、ね、倒せるってことは困るかいな。あれその危ねえや、だって危ねえ、また歩いてる人もかもしれない。本当に怖くないわ。40キロ出たら40、50キロ、50キロ本当に Wi-Fi さえ繋がれば折れるけど、どこその辺や、座るって
ここもうないわ。ああもうこれであれもな。こっちかい、もしかして。そっちじゃない、こっちや、こっちや。左やね。左、どこ入る前に、だから待機取って行ったらいいし、あれしちゃって。いや、行って行って、わざわざたまらんって言って。絶対あるわいや。いやいや、まあもう来たし、大丈夫。ありがとう。来た来た。首が、全然寝違えたみたいな感じ。寝違えみたいになったやろ。うん。寝とる間に、何回か衝撃やった。くねくね道あったから、うん、ね、なんでさ、登り道やろ、うん、行ってみよ、ほら今、ほんとか違うにかちょ、行ってみよ、ちょっと持ってきて、いや、左側にあって、だから、登り道だから、寿司が酔ったらいいかって、動画を
させるため。もう少し行ったらナタ出らんとこで、うん、大丈夫か。私もね最近ほらスカーってなるやろ、頭痛くなってきて。今まで頭痛くないっつって、大地も頭なんかした時、大地は痛いけどな、急に頭痛くなってきて。
だまだこの辺やろ、神奈川の入り口の小松市、そうだよ、普通の。あれ？一応爽やかですよね。だ名前だけ爽やか。あ、爽やかってそんな味なんや。なんかミントのジュースかと思った。メロン。メロン、ああ、もし飲みたかったの。俺寝れんねやがいやばから。
あの人これ何したんこれ人形人やんね見たことありませんけどえこのそこに何したんこの人川別に学生かもしれんね学生学生早いけ早いけ曲がれまよ曲がりよおっちゃんが曲がれ学生やってバカ食べろ以上ダビットに頑張ってもらおうダビットウサギやウサギハンガリーごめんなさいなんでこれいっぱいあるんだこれ何これめっちゃいっぱいあるじゃんこれ何じゃんごめんどこ止まる僕どうかえ、さこの人出れんじゃんおいやダメやってこの人出れんしダメやってアスカがすぐ戻ってこればそれはちょっと厳しい厳しいやろプレッシャーないし無理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 うんこの辺はちょっと怒られるわさすがにそこはそこで左にしようどこここは絶対ダメやダメや前に取り戻したっけななんでこんなにいっぱいおんねんなんだかなあ、夕方やしなんか、小学校でなんかあったんねん多分そうやと思うあの、電気ついてるしそうかちょっと戻ってバスケットかなんか気付けないうん寝とったありがとう、父ちゃん置いてきてや、本当にお父ちゃんアスカがコンビニ来るよったら課金しかねえ、うん、なんで分かったんですかって分かるわ分かるわなワンパターン課金以外ここはこんまいまあいつものこと言わんでも分かるミスタードーナツ今日も物終わりまくるかもしれないバリンすいませんバリンごめんなさいでも俺この間捨ててきてまた割れとったぞ少し、うん、だいぶ割れとるよ誰がおるんだあんなそれクズと持ってきては私も割れてあれあの社長が買ったあの四角い細長い蓋にも割れとった本当か社長にバレたらまずいぞあれはあれ社長一枚も笑んといてくれって言ったよまあそれ私もこの間カチャーンってカーンって言ったような気がしたけど俺ら一枚も割ってないそれ、うん、やってなそうや一年になってないけどあんなもん笑すやつが分かんそしたらこの間あの風兄さんがなんか私がその後にもしかして割ったかもしれんってであちょっとかけとったわって私はそこはあのもう私もなんかそこでカチンってなったんやけど俺もね、1万円もあってお金がないやあと1万あれ1万取ってきやってこんなんからもうほんとこんだよな、それコンコン、だからお金をあの、それで払えんと思うんやって、多分どうやったの、ほんとそしたら、あの、あれやって、振り込みで振り込みカードうん、振り込みカードないから作って怖いな自分の番号とか全部使わなんだよそうけ当たり前やんけ個人情報全部いかんないよ行くんけ行く電話番号のあれしたら
電話番号の方は絶対あっちに行くよ。そうなったらもう個人情報全部どうか自動的に。もう全部電話番号と住所と全部言っとるやん。そうやろ。でもその、うん、1万何本払って本当に、うん、終わってくれるんならいいけど。だから今度からストップになったって。12月からもう本当にいいって言うて。だからその最初に今度参加を送られてきたけど、それもすぐ断ろうと思って電話したけど電話に繋がらんしって言うちゃったんや。だから、うん、全部言うちゃったって。マルチ商法でかい会社かなんか知らんけど、オペレーター何オペレーターあの電話そんなたくさんもなんおるやろって私言ったら、いやそれはじあのそんなことはプライバシーなくて、そんなことは企業秘密。お企業秘密やってた。うわマルチは完全に。だから2人か3人しかおらんって人の、もしかして1人かもしれんがや。詐欺かもしれん。そうやろ、1人かもしれんがや。詐欺やって詐欺やい。なかなか繋がらんようにしとるね。マルチやって。ネズミ子に引っかかったかもしれない。オレンってなんか医者のあれを添付して広告にするやつ、うサイクルは。どれ。ブスサイクルは20億。20億。あれ片田と一緒の車か。あっちなんだろう。うん。どうだ。いっぱいコンビニいっぱいおれんの。ひょっとしたらオルゴールの父さんかもしれない。あ、そうやな。1518。あ、1518になっちゃうよ。オルゴールの父ちゃんや。いい加減しかあれになんね。車の中で死んどったら大変なことやぞ。大変どころだねってな。あんな年寄り一人を車の中でね車着させて、うん、もし車の中で死ぬの死んだったら誰やれと思う。まあ、私が落ちてからでももう5年経つんやと思うよ。あんなあん時でもヨボヨボなんで、ね、あの人がもし車の中で道の駅で死んだったら、うん、誰が責められると思う。家族のも家族何しとったんや。警察から事情聴取受けるよ。知ったこと一人の問題じゃないからね。家族おる以上は聞かれるのよ、絶対。問答無用で連れてかれる、警察。調べんなんか。なんで家帰れんかった理由も全部。洗いづらい、全部喋らんない。なんで家帰れんようになってんとか。一体いつから車着するようになってんとか。全部聞かれるよ。あれ来たぞ。来たごめん、よかった。めっちゃくちゃレジがそうやろ、8人ほどついてる。なんでこうやって気持ち悪いんやけど。そうやろ。だからなんかだから日本人じゃねえんかな、みんな。あ日本人じゃねえんかな。ほんとか。いやでもどんだけ車あるってことは地元の人だと思う。だからね、こっちで
ごめんごめん、後ろ見てたり。いや最初もレジつくのやめとこうかなと思ったけど、ごめんなさい、せっかく早く来れたのに、まあちょっとロスしたな、ごめんなさい。なんでよ、だからあれ電気ついてないか、ついてないか、ただ懇談会かなんか、ほらあるやん、なんかあれやったんかね。アイスのとこのとこまでレジバーってついてるやん。すみません。まあまあ今月はもう忙しいね。今月は大輝が26日と、まあ、あ、誕生日やし。そうやろ。うん。今度がチーが、うん、昨日ほらあやこさんがかかってきたよ。でテレビがフランカンがもう、うん、水入ったんか知らんけど映らんから、うん、ちっちゃい。電波の関係で置いてあるとかんだり、今度の火曜日にお金当たったら、うん、月2日かな、火曜日で、うん、それも取ったら、あの、あれ、どこやったら、時間とすると、私、どこやったっけ、ハードオフ。ハードオフ連れて行って、テレビ、また買いたいから、テレビ連れて行ってくれって言って、火曜日の日。それお母さん頼んでる。もう頼んでる。なんだ、その人行き行ってやればいいじゃん。違う、地位から電話かかってきたよ。チーのお母さんがもう危ないやん。え？もうチーのお母さんが、チーのお母さんって生きとったん？あれしとってんの、もう死ぬって言うとったやろ、死にかけって言うとったやろ。あ、せけどまだ生きとれんって、81歳か2歳になります。そうなの。死んだかと思ったらまだ、なんか親亡くなった時泣いたって言うとって、あれあれは父親、父親。そう、うん、川に流されて。え、うん、そこで特になかったか。あら、あら、大輝なんでこことわかんね。すいません、そこにあったか。あの、あれ1枚ちょうだい。あれ持ってって、これ、ヒロシじゃなくて、これや、翼ないの、ないやって、ないの、あ、前や、前ここや、あ、まあ、違うわ、ないわ、それは左ないけどな、ないないよ、これ確かに、これないじゃん、うん、前ないんやって、前ないわ、これ起こすのないわか、ないんです、あ、だ、あらら、これ上がらんわ、よし、ほんなまありがとうございます、ほんなまた LINE して、うん、私はまあまあ寝とるかもしれない、まあ、またちょっと X に画像あげるわ、ひまわりの、あの送ってあの写真送って、あ、サンバ送るかな、なんか顔つけあ、つけようもいいな、顔消さんもいいわ、消さんと綺麗に撮れてるから、分かった、押して先行って、ありがとうございます、今日、寝て、うん、仕事頑張って、うん、分かった、今ちゃんとしていくし、分かった、先に行くし、あ、待っとって、このままいいよ、お、行くよ、先行くよ、はい、なんでこんなど真ん中に止めれんって、いやもうちょっとこんなもんちゃんとして止めやん、なんでこんなとこ、バカやオフィシャルバカばっかりやん、バカばっかりや、バカオフィシャルバカばっかりや、バカばっかりや、藤本家だけ抜かしてなんでやろ、いやと思った、藤本家はまともにやろ、そこ危ないじゃん、頭ってくし、ありがとう父ちゃん、残してきてよ、本当にできる範囲だけでして、あとで、じゃあもう俺取ることしかせんって、あ、うん、取ることしかせんでいい、ゴミ出しは多分できんかもね、ゴミ出すと眠たいから、あ、眠たいからゴミ出しは多分できんかもしれない、あ、さんにゴミ出し、誰かゴミ出してくれるのはダメやわな、レストランもうレストランの方にしさせる、だからここだけ捕まえダメや、捕まえダメやってしたからガッと上がって銀河も上がってくる、もうちょっと早く帰ってくる、うん、だから6時に戻れたら行かれたんや、そしたら1時間余裕あったから5時には絶対5時前には出るのがいいけど、そうやった、もうちょっと今減ったか、もうちょっと減ったかな、なんであんな集中して
谷あの木の野が乗せたんか。あ小谷あの木の野ひまりへの乗せたんか。 X には乗せてある写真だけ。小谷あんと、うん、小谷を乗せた。乗せたよ。乗せたっていうか後ろにおったからたまたま。後ろにおったよ。何それよ。徳田も朝結構残していくからな。元気もいっぱいあるね。おるおる。こんな時間なんかさ、なんか薬局ばっかり行ってないか。おいや、薬局ばっかり。こんなもんいらんやろ、薬局ばっかり。薬局でなんかお金回っとるような気がせんか。あんまりみんながね、貧乏暮らしだったんか、あんまり贅沢の金額か、そういうのばっかりあれしとるとか。だから物価上がったし、物価上昇とともに、だんだんケチ、だからお金使う人が少なくなってくる。お金使う人少なくなってくるよ、だんだん。キーラも今年、まあ、年金者が先になって、11月か12月、今年中にその10万円ぐらいが当たるんやって、生活保護者が。だからそれを今、ちょっと上げてくる。あとみんなは可愛い。
って、私も明日大丈夫かっていう声で聞けたら、話しかけんといて、呼ばんといてって、話しかけんといて、呼ばんといてって、みんなそこで言えばよかったよ。ほんとほんで、ほらだからそこで言えばよかった、冗談で、うん、でもういい、あんたここにおりますし、お母さんら帰るわ。で、大輝の看護が下に入っとったやろ。私ほら自分はあの明日の看護を取ったから、あの大輝が行ったから、あの看護下に入れまして、大輝の看護入れたやろ。私入れたことないねって、分かったか、おおなら分かったわって言って、で明日の看護入れて、で私は大輝の大輝のあれをウエットしたとして、丁寧に大輝の看護だから言ってね、自分のことしか考えたら、あんだけいっぱい人おったら一回出って外に、俺も嫌で外出たよ。そうや、あんな音、気迫に押されるって行くか行くかって言いながら、もうまた見とるやろ、行くか行くかっていう時に、最近寝起きた時はもう4、5人ついとってって、とりあえず誰かつかな、もうついて看護だけついとかないかんわ。11時からだから出勤する。じゃあ今日何時休んだの？知らん。傷の客なんかおらんよ。おらんよ。しんどいんちゃうかも。何かおからんの、草むしりでしんどい。昨日は今日朝、今草むしり、高田さんが、私はあっち行ってきたと思ったんや、あのハウス絆。そしたら塚田さんからほら帰ってきとった。私はひょっとしたら、そしたら塚田さんが今草をつけてきたって。ひょっとしたら、うん、タイミーの中バイトやっとったんだ、71のローマンやったの、11バイト。なんでや、昼からやな、昼からだよ、4時間施設だけは取り扱う、11時から入って、だってこの間もどっか旅館、半日先バイト行っとったって旅館、まあ、なんかタイミーで場所かけて、どこや、田原やか、前行ったってない、いいや、前田原行くとか言うのだけど、結局田原にあるんやって言うのって、結局行かんじゃろ。田原行ったら田原に9名かなとかおるよ。行ったんなかったの、私行かんだよ、それいちいちポッキリやから、あのその応募、自分が応募せんかったら行かんでいけれんのやから、
さいっていう感じやからダメやって、だからこれ抜かす、残すわけに考えやから、まあね、だからゆっくり行ってっていいかな。こんなとこで追い越す箱がある、おいよ、追い越す箱おらんから、間隔客開けよってちょっと先に行ってもって、それ待って言ったら自分も迫られたら嫌やろな。いや、トラックならいいよ、普通車もビターって来てきたら嫌やろ。もうおるし、特に俺はしゃあねえわ。違うやん、いつも自分単独でいいや、ちょっと来たら嫌やろ。風危ない、危ないって大気だから、自分は席を打ったらダメやって。いつなんでブレーキかけっこからんまいや、それも当たり屋やおいや。だからいや、でも当たり合って一人でやるから、おいや、絶対三台一組やる。だからゆっくり行こうって、間隔を空けっていう意味やったし、ここここ来とるよ、まあさっきはここここ来とるよ、自分でこのくらい空けないかって。あんなもん先に追いついていったらもうそこで急ブレーキかけようってしとったんかい。だから多分当たり合い、眠たいんじゃなくて当たり屋、でも当たり屋じゃないだから空間かけてって、急ブレーキかけたらもう当たり屋じゃない、うん、いやだからだったら馬がならないように離れていけって、当たったら大変なことやろ。一応急、そっちを急にかけたいのかって始まったやから、圧倒されて、あ、こういった時にもういっぱいやさけど、もうあのなんかすごいイライラしとってんて。それを覚悟で言ったやろ。あ、それを覚悟で言ったやろ。だから今日はほんないっぱいやと思とらんて。重いね、肉んやから。普段からいっぱいおんわ。それは半額って言われたら女どもは行くに決まっとんわよ。私半額全部買うってバーン。でもいっぱいやろう。で、あやこさんに似とる女の人って。そう、おった。 金髪のチャラチャラ、あ、おったかチャラチャラしたわ。おったか、おったかもしれん。あやこさんって見間違えてもらった。そうや、ほんと似とったもん、雰囲気がチャラ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 して、足にマニキュア塗って、あ、しやラゾーリーうん、シルバーのラメ入った、貼ってた通り入って、うん、もう胸はだきでもう、うん、ババアのくせに、なんかババアか、ババアだったらすんげえ肌だった、うん、もうその人だけすんげえ目立った。
車に負担かかったけど、車に負担かかったけど、寿司はアスカ寝とったし聞こえんかったかもしれんけど、うん、俺ら体重3人とも体重重いから、うん、上乗せして負担かかったって俺ら3人とも重いから負担かかったって、なんかそういう体型だった。でもアスカ寝とった聞いてなかったし、よかった。誰以外や、別に3人ともって言うから、そうやろ、別にアスカ一人なんて言ってないし、言ってないか、そうやろ、俺も含まれとない。俺はほら重くても3人、俺は体重重くても 3人でも200キロ以上、80キロで8,000だから200キロ以上、ウェイトレーン8,000、240いっとれんから 0.3 トンくらいはある。 0.3 トンって何キロや？300キロ。おお、正解。300キロまでいかんって。だから300キロだったら1人100キロあるってことになるでしょ。280ぐらいはあるよ。だってあそこ、ここのこの間90近くあるっつって80キロ足りないの。太ったんてやらかな。80キロあの身長で80キロはひどいわ。ひどいところでね。ああ、おらんわ。後ろの方に下げとこたいけ、車を。野口くん、まだまだな。うん、野口くん、今日閉めたよ。あの人、片田さんと誰でとる、あいつ。片田さんか、あれ。吉川さんと。おる？おる。吉川さんもおる？おる。うん。角っこに止まってる。本当か。